エミルか。エミル、リヒター殿と知り合いだったのかね。その先ほどマルタの行方を尋ねようと声をかけた。そうでしたか。リヒターさん。なんだ。その額に赤い宝石をつけた。マルタがいたのか。どこだ。はい、はっきりしろ。エミル、落ち着いて説明してごらん。牛の子、魔物の出る、この間見つかった。もういい。蝶々、エミルをお借りする。エミル、マルタにあった場所まで案内を頼めるか。はい。強引な人だな。まあいい、エミル、案内して差し上げなさい。ただし魔物には気をつけてな。お待たせしました。必要以上に謝るな。豚になりたいのなら止めないがな。ごめんなさい。ごめんなさい。おう、謝るな。さっきは怒鳴ってすまなかった。リヒターさん。何をグズグズしている。早くマルタと会った場所へ案内しろ。おい、遅れるな。はい、すいません。おい、俺より前に行ってどうする。はい、すみません。おい。はい、すみません。別に俺は怒ってないぞ。すみません。
あ、エミール、また戻ってきたのか。いい加減にしろ、この疫病神が。さすがヴァンガードのお仲間だな。おいっ子とはいえ、アルバもとんだ厄介者を引き取ったもんだよ。すみません。エミルは俺が町長の許可を得て連れてきた。そこをどけ。町長が？しかし。どけ。何をグズグズしている。おいエミル。まあ待て、その奥は魔物が。それがどうした。危険だと言ってるんだ。あんたが行くのは勝手だが、うちのエミルはおいでってもらおう。疫病神じゃなかったのか。エミル、お前はどうする。あ、そんな。え、僕。残りなさい、エミル。うじうじとはっきりしないやつだな。豚ですら自分の意志はあるもんだ。男ならはっきりする。何なんだあいつは。さあ行くぞエミル。僕行くよエミル。行くんだ。あのリヒターさん。行くぞ。え、一緒に来るんじゃないのか。はい。俺の足を引っ張るなよ。自分の身は自分で守れ。フォローぐらいはしてやる。